핵발전소에서 위험한 작업을 전담하고 있는 하청 노동자들의 안전 문제는 이웃 일본에서도 심각한 수준이라고 합니다. 일본에서 핵발전 노동자들의 건강 문제를 상담하고 있는 한 전문가는 핵에너지는 죽음을 담보로 한 노동으로 운영되는 부도덕한 에너지라고 말했습니다. 불러싼 현황, 실패, 그 곳곳에서 일하는 노동자들의 문제. 오베노 히토타치가 이치반 교각을 쓰러 시하시는가 これです. 일본인って 이타이 난다테 나가사키 히로시마오 경험して 放射能に 敏感だったと 思ってたら とんでもねえなと. つまり 原発の 前で 泳いでる. ここで 水だって 飲むんだろう. これで 驚きですね. 日本人は これ 当たり前だった. ほで 電力会社は この 風景を 利用したわけですね. え調和と 原発は 自然と 調和してる って意味だ. 日本の政府はどういう教育をしたかというと、小中高一貫教育の中でですね、安全だ、クリーンだ、平和利用だ、さらに輪をかけてですね、日本には無資源だと、日本は無資源国だと、だから原発が必要なんだと、そして安全神話を作り上げたわけですね。それでこれは学生だけじゃありません。 日本国民をみんな洗脳したわけです。そして初めて一般国民がですね、本当に気がついたのはあの3.11東日本大震災、それに伴う大爆発。 かもしれないけど、その6人はこの仕事をしたことによってがんで死ぬっていうことが最初から、カウントされてるっていうことなんですね。ですからこういうあらかじめある少数かもしれないけどもある割合の人たちが死ぬことをあらかじめ織り込まれているような仕事。 国ですら廃炉には 40年 かかると言っています。原発が止まっても、その後片付けをするために、実は延々と僕たちは被曝労働をしていかなきゃいけないんです。で、さらに残された放射性廃棄物の問題があります。放射性廃棄物を管理するのは誰かがしなきゃいけない。つまり原発を稼働させてしまったら、ずっと長いこと僕たちは誰かにこの被曝労働をさせなければならない。 そういう社会を僕たちは選んできてしまったんです。その非人間的な労働を僕たちは辛いけれども誰かが担わなきゃいけないという、そういう社会を作ってしまったんです。それは僕らの責任です。